Nasıl çoşturulursun ben bir akar sıkkınım. Anladın acaba artık falan another road is to unknown. Now so why is the consequence of what we just been through? A flat baby at the bottom of consequence of who? それでは数少ない我々2000曲ぐらいしかレパートリーがないんですけど、その中から今日もすいませんね、180曲ぐらいやらせてもらおうかな。30分じゃ無理で、はい、それじゃあデイバイデイ。Day by day, I fall in love with you.
心拍数も早いんで、飲みました、もう今日なんで日曜のこの時間で主役でいろって無理、ね、健全な50代の女ですが、はい、それでは、じゃあちょっと本当 早く帰りたいから早くなるっていうのは、ミュージシャンの終電が近づくとだんだん Thank you.
Before, Lord, I know before.
性欲と一緒で、己の、欲望の赴くままにプレイをする。これが音楽でございます。それが顕著に見られるのがクラシック音楽でございます。クラシックのプレイはみんな変態です。これは間違いなく言えます。うん、まあ音楽というのは本当人間のこう五感よりはその何ていうか欲望のままにやるのが音楽。そうやって皆さん今日は集まってるわけでございますね。理屈はいりません、音楽に。私が数学が好きだとか、物理が好きだとか、そういう観点では音楽は捉えられませんので。俺何真面目なこと言ってんだろう。酔ってる場合には。関係ありませんけど、まあ、音楽は下半身でやる。これだけ覚えてる。これをもう40年ぐらい僕やってますけど、まあ、そんなことはございません。ということで、じゃあ続いて下半身の音楽は、やっぱり、この大体練習が嫌いな3人ですから、スタジオなんか1回も入ったことはありませんけど、常に、新曲をやろうとか言いながら、お客様までやってるわけでございまして、今日はちょっともう1曲、ジャズではなくて、モータウンのプラターズというグループが歌った、オンリー・ユー。のメンバーを俺が喋ってるのにこう非協力的なこの態度というかの慣れておりますけど、今日は大変お客様が上品なのでステージの上の私も戸惑っているわけでございますよね。そういうお店じゃありませんので、皆さんもっと砕けていただいて、でさっきアルマジを褒めるようなお言葉がありましたが、決してそういうお店ではありません。あ、どうもだ、あ、料理はうまいですよね。マダムが叫んでおりますが、ということでオンリーユーという曲をお届けしたいと思います。はい。What a heart I have.
せだな、なんて言うと思ってる。僕は君といる時が一番幸せ。曲が違いますよ。本当は僕は君といたい時が一番幸せなんだけど、やっぱり大人になるとさ、いろいろ頭にくること多いじゃん。さっきの社長のベンツ最高だよね。でも屋根もさ、頑張って行けよね。すごい恥ずかしいんだけど。はい、てな感じで、いつもここでセリフを言わされるわけでございますよね。今は亡き加山雄三です。つまり長かった。だから僕は君といない時が一番幸せなんだよって、若い君たちもお仕事も分かると思います。あの子の横にずっといたいな、あ、まあいいや。それが永遠に続けば、それはそれに越したことはないでございます。あなたの顔も見たくなくなる日が、そういうことに伝えられたら夢も希望もなくなってしまいますよ。若い時は僕も夢がありました。大きな夢、今は大きな夢より小さな現実の方が。まあいや、何をしょっぱいこと言ってるんですよね。今日はライブでございますよ。世間話をしに来たわけでございます、ね。なんだっけ。あ、続いては、ちょっと今日初めてやるんでございますが、やんの、ちょっとじゃあですね、チックコリアっていうピアノを弾くね、ピアニストを呼びます。チックコリアが作ったアナフェス交響協奏曲に触発されてこの曲を作ったと言ってますが、だからアラルメスの結びつかないところはちょっとよくわかんないから、スペインという曲なんですけど、ちょっとやってみたい。これつい最近僕
もうはるか35年以上前に大学生の時の、バンドでやってたんですが、ここ最近ソロギターでスペインをやるようになりました。今日はちょっとバンドで始めてやってみたいと思うんです。
今日はあのドラムのかっちゃんがね、まだ理性を保っているようでございます。World.
Thank you.
あの JSP のラップの方すいません、ちょっと即興でラップの一つも唸っていただけますか。この家の俺がゲスト You can from the joist to back 満落ちしてこの場に登場サウンド今夜は来てね。じゃあ皆さん声出しますか。 Yeah! Everybody say Hope! Yeah! このまま僕どこまでやればいいですか。30分くらいやればいいですかね。じゃあ徐々にギターから入っていきましょう。ギターのおっさん酒場が飲んでコードを覚えずリフはスレール、高いパーカー高いギターどこから出会わない、ファイファイ、あの二人でビスロか。アポロキャップにグッドイヤー、似合わねえったら似合わねえ、ヘイ。いいよ。はっきり言って中途半端、スキルはハンちゃん、生かしたアンちゃん、目指したボンちゃん、泣きつく母ちゃん、おい靴ひもちゃんと結んであるか、とっとと帰れママの膝枕、イエー。イエー。飲んでる飲んでる、また飲んでる、ギターを忘れてまた飲んでる、いつになったらギターを弾くか、赤いギターはダメじゃねえ、ヘイ。そろそろとどめで行ってみようか、綺麗なお姉ちゃんステージどうぞ、一言なんか言ってくれって、どうもありがとうございました。本当に無茶振りに、答えていただいてありがとうございました、本当に。さあ、それでは、サクラと一郎寺を、最後お届けしましょう。それでは曲のエンディングに向かって元気よく参りましょう。
got a key. I'm worth 60 years. I got a key. I'm worth 60 years. I've got a key. サムラボーチでカチョウでございます。はい、どうもありがとうございました。